先生、ありがとうございます。江戸時代には通貨を幕府が発行していたという事例と、また明治元年2年はさらにその割合が、ほぼ 75%、 8割近くが明治2年はそうだったという実例を挙げていただいて、今日本が復活するためにはお金をきちんと刷って、そして市場に発行して、それを給付を市民にしていくことが必要だというお話でした。これはそう思っているというだけではなく、日本で最も精密であると言われています日経ニーズシステムによって試算されたありとあらゆるデータからもそれが分かります。具体的には名目 GDP はコロナで550兆円から500兆円近くに下がっているわけですけれども、そこから2020年の3期には530兆円ほどに復活していますが、そこから停滞をしているままです。でこちら中国などは GDP が元に戻った、さらに上がったという報道がありますけれども、日本もお金を配ればしっかりと名目 GDP も上っていき、2022年の03期にはもし年間120万円を配り続けたら650兆円になるというような試算が出ているわけです。私たちはこういった資料を持って昨年2月にも来ました。その時にもし政策がスタートしていれば、今の状況はまだもう少しは良かったんじゃないかなと思いますし、今からでも方向転換は遅くないです。台湾などもコロナがあっても社会が元通りになっています。日本もそういった海外でもの事例にも見習いながら、今から軌道修正をしてほしいなと思っております。続きましては事務局長の岡本からお願いいたします。本日は、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。こちら氷河期ネットの、事務局長を務めてます岡本です。実は私昨年の2月また、ただ、加わってたっていう形だったんですが、小野先生や松山代表、諸星副代表などの、熱意などもありまして、こういう、活動をやらせていただきまして、今年4月から事務局長なんていう肩書きをつけるようになったんですが、本当に、昨年からずっとこういうコロナの状況が続いてまして、本当に非正規の方々なんかを見てますと、やはり雇い止めだったりとか、そういったことも多く、実は私も、今年2月にですね、3ヶ月勤めた会社から、突然、不当解雇というか、解雇通告を受けまして、その後実は今あんまりちょっと詳しいことは言えないんですが、労使交渉というか、ちょっと係争中でございまして、ちょっと会社と争っております。もしコロナじゃなければもしかしたらそういうこともなかったとは思うんですが、やはり会社側にも余裕が今ないと思うんですね。我々労働者も余裕がないんですが、社会全体でその余裕がないと思うんです。そのためにも、やはり一律給付は必要だと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。さまざまな立場の方が、氷河期ネットに関わってくださって、当事者として発信を続けています。続きましては、副代表でありご自身は介護の従事者として働いておられます。そういった視点から、また MMT についてもずっと研究をして、日本ベーシックインカム学会でも講演をしたりしていただいていますけれども、エッセンシャルワーカーという立場から、見える話を、副代表よりお話をお願いしたいと思います。副代表の諸星と申します。今最初にですね、小野先生の方から、お金をこう使えばこういうふうになりますよというお話があります。じゃあどうやってお金を動かす、確保するのかということで、一つは政府支援のような、政府がこう資産として計上するお金の話もございます。
で、まあ、あの MMT とかだとですね、まあ、そこまで踏み込んだことは言わないんですが、現行の、管理制度の中でも全然大丈夫ですよということはもうすでに論述されているところであります、なので、まあ、その辺もしあのご質問あれば可能な限りお答えいたしますが、とりあえずはあの支出するということに関して日本のような場合、問題はございません。あるとすれば、作ったお金、発行したお金で、何が買えるんですか、買えるものはありますかっていう、供給が足りているのかと、まあ、供給が足りないことによってインフレにはならないのかというところが問われるところだと思います。で、じゃあ供給っていった時にですね、まあいろんな供給の現場があります。私は介護ということ、まあ、その立場から少しお話をされていただくとですね、まあこれ MMT もそうなんですけども、社会的な課題に対して支出をしろというようなことが言えます。で、まあ、最近だとバイデン政権なんかもですね、インフラ投資ですとか社会保障関係にものすごいお金を追い込んでいます、ね、もうできるという、まあ、もう大体コンセンサスが出来上がって、まあ、どこにやるべきかという時にいくらであったり、ね、そういう方向にお金を追い込んで、もちろん、まあ、半導体なんかにももちろん出てるはありますけれども、あとは、まあ、拡散女性ということで富裕層からの、まあ増税をしましょうという話も、まあ、なれてたわけですけれども、ともかく支出はできるし、支出の向け方先の一つとして、まあ、社会保障分野というのはとても大事なんです。で、まあ、従来ですね、社会保障のことっていうと、将来世代の助けになるので、なるべく抑制しましょうという話になったわけですね、まあ、つまり、給料はなるべく、上げないと、これ公定価格って言いますね。介護だと介護報酬になります、教員の給料の格差ですね、まあ、というか教員だと、臨時で、ずっと、ね、長く安くやってて、あっという間に国連になっちゃったなんてことも問題になってたりしました。非正規公務員ですね、広く言ってしまう、まあ、介護のヘルパー公務員とはまたちょっと違うんですが、ただこれも、介護報酬という形で、公定価格によってその報酬の額というのは決まっているものがあります。で、今日ですね、ここであって特別にご質問いただければいいと思うんですが、書いているものっていうのは基本的には、既存の社会保障ケアの分野に関して、まあ、失業手当でもそうですし、生活保護もそうですし、今あるいろんなこう、歯止めがあるんですが、それはちょっと歯止めがきつすぎだろうと、というかセーフティーネットに歯止めがあるって何ですかってことになるんですけど、もう少し緩めていきますかっていう、まあ、まずはそこから始めましょうってことですね。と、うん、まあ、あとエッセンシャルワーカーって呼ばれるものの、人がやっぱり足りないと、でそこをどうやって人を集めますかって言った時に、まあ、やっぱり所得を上げていくってことは、これは政府がやれることの一つなんですね。離職率が高いことの中に関係性とかですね、職場の二元関係っていうのはよく出てくるんですけど、そこ政府がどうこうしようという意味のことですので、うん、やれることって言ったら何ですかって言ったら価格を上げるということですね、そうするとまあ当然人が増えていきます。というのは、まあ、30万人ぐらい社会福祉士まで持っていても、去ってしまったり、そういう理由の中にはやっぱり賃金が見合わないということもありますので、とにかく社会福祉分野に人をとにかく集めていくということがいろんなことに波及していくということです。一つは社会保障の、今現在人手不足ですので、あまり私も どのくらい紙付けするかというのはあんまり言うと問題ないますので言いませんが、まあ、大体見てないということは多いです。で、と同時にですね、まあ、そちらに人がこう高賃金に上がっていくということは、日本のその賃金の値も上がっていきますし、現在、いろんな部分でですね、まあ、特にこのコロナ以降ですね、人がこうどんどん切られている現状があります。そういう人たちは直接介護分野にということではなくてですね、今他のところで働いているけれども、介護が高待遇になったなら戻ってみようかという形で、まあ、ドミノ式に移動が起こっていくんじゃないかと思っています。なので、失業とか賃金の低賃金の問題とか、いろんなことを複合的にこう変えるっていうことの一つとして、まあ、MMT だとジョブギャランティープログラムっていうのはまあ推奨するんですけども、そこはまあ政府が雇用をね保障するということなんですが、まあ、なかなかちょっとそこまでハードルが高いです。またベーシックインカムもいろいろ論じられるところがあります。手っ取り早くできるところっていったら、今現在政府がすでに定めている公定価格があるわけですから、これは外部的な要因でこのぐらいっていう受給によってそう決まってるってことではないわけですよね。受給で決まるんだったら本当はもっと高くて思いますですけど、今安くなって、これはもう政府が財政的な余地はこのぐらいしかないだろうと見込んだ上で、じゃあこのぐらいって決めてると思うんですね。でも財政的な制限って本当にありますかっていうことなんですね。
まあ、おそらくないだろうということになります。なので、そこをもう少し上げることで全体的にうまく動いていくんじゃないかということです。で、まあ、もうちょっと細かいところはお進めいただければ。諸星副代表ありがとうございます。